ちゃうそんな格好で山登る格好じゃないでしょそれ山登んないでしょ別に え登るの山の上だよえそうなのそうだよえ山の上そうなの滝だよいやいやいや普通に普通に駐車場止めてそれでこうプッて行けんじゃないのいや駐車場止めて行くんだけど山なの山の上だよそれ寒いに決まってるでしょだって滝だよいやいやいや滝って普通俺あそこだってあの静岡だってさ白糸の滝とかさ着いたら横だから駐車場の横に滝だからえどんぐらい歩くの2時間ぐらいいやいやいやもうキャンセルだそれキャンセル2時間ぐらいキャンセルだそれシティルですいいんだよ初公開の顔出しでございます俺は顔出ししないからねねすみませんこう見てこれ後ろ見てこれすげえなこれ、何東洋のナイアガラちょっと噛んじゃってるからちゃんと喋れ張って喋れちゃんとこれは何なのこれはこの滝なの あそうなんだなんかでもここでこんだけ穏やかになるって不思議だねうん、人生と一緒ですよ激しいとこもあれば穏やかな時期もあってそれの繰り返しで全然入ってこない人生と一緒ですよ全然入ってこないけさ季節によって違ういやそうなんだよ、うん、そういうの気づくようになっちゃったってなるけど気づくようになっちゃったそういうのちょっとやっぱ同じところに行っても季節によってこう顔が違うっていうのは素晴らしいね。旅のやっぱ楽しいとこだよね。同じとこ何回来てもさ、同じ顔じゃないっていうとこは。薄い。素晴らしい、ね。薄いな。これがやっぱ旅の醍醐味であって、旅チャンネルの。そんな旅してました？そんなに。マサちゃんガイドはどうした？マサちゃんガイドは。これ今この感じを。一番。薄い晴れて晴れとこの紅葉と薄いわマイナスイオンもうちょっと見てる人に対してもうちょっとなんかプレゼンしないとやっぱねこれは伝わんないからこのマイナスイオンはこの素晴らしいマイナスイオンは薄い何時に起きた3時半ぐらいああじゃあ俺と同じだ3時半ぐらいバイクは用意があるからさ。なんか何の用意が？あ、何？着替え？じゃ着替え着るもんもいっぱいあるさ。ヘルメット用意する、グローブ用意するとかさ。でシート外して。前の日にやらないと。前の日に。次の日ね、行くときに行くかってなって、うん、時間見て、俺本当ね、初期的に殺意を覚えてる。こんな早く起こしやがってっつって。まだこんなクソ眠いのにと思って本当ね、さっき思ったけどもうこの景色見て許すそうでしょこれは ね、早く行ってね正解だよそうでしょやっぱ人のいない時に行くっていうのがまたいいんだよそうね、あとこの朝一でね、空気も澄んでるからねそう綺麗に見えるしねいやもう最高だよちゃんと出てきて俺のバイクに水かけてなかった大丈夫あ、いいんですか ありがとうございます、いただきますありがとうございます、ねまあ、かなり落ちてるけどいいよあでもいいよそうだねおいいじゃんえ水虫の人はダメだよえ？どこ？ここだよ。いやー、ヤンバダムどうですか？いや、いいね。え？こっちの方ちょっと紅葉登ってんじゃん。そうだね。上がってきてるから、このぐらいになってちょうど境目がね、そうだ。紅葉がなくて、中間地点ぐらいから紅葉がある。いいね。この俺ね、このこういうののね、空のこれ抜けてく感じが好きなの。この上の。ああ、いいね。ああ。いやーいいなー。いいね。この辺に持ってんの素晴らしいね。ああ。こ
の辺に家買ったらもう成功者でしょう。そうだね、ちょっと俺成功したよっていう感じで後でしょ。ああ、いやー、ほんと綺麗だ。で、そこが、そこの今バスのところの左側が商店街通りなの。あ、あれがそうなんだ。そう、だからもうこの辺もうゾーンに入ってんだよ。もうじゃあここからあと先ぐらいがそういうあれなんだ。そう、この商店街が終わっちゃうとこだ。あ、そうそうそう。俺歩いてみなかったんだよな。あれ、え、これ歩いたことないんだよね。あ、そうなんだ。どうも、ちょっと待って、美味しいですか、うん、あれ、うん、本当は地域下がったんじゃないですか。食レポしてもらわないんですか。食レポはさ、うん、だいぶあのテンションが落ち着いちゃってんだよね。ちょっと眠くなってきてる。これです。あ、はい、どうも。はい、ありがとうございます。もう食っちゃったのそれ。いや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 、それもう動画のね、演者としてもう一番やっちゃいけないやつ。感想を言う前に食う。いやいやいや、遅い。外で今言ってたから、一から仕込まないとダメだもんね。あ、てめえな。あ、ここでもいい道だな。そうだね。こういう道ですよ。あ、こういう道ずっと走ってればあんまりなんか走ったっていう気しないんだけどね。疲れないから。そうね。ああ、いい道だ。すみません。これチェーンなくても行けます？ね、今日は午前中降ったから、はい、いいとは思うんですけど、シャバシャバした雪だから。あ、本当ですか？もしトンネルを越えて、はい、ちょっと自分で見て、はい、やばいと思ったら向こう側の方が雪多いですから。あ、そうですか。